はい、どうも、とりさんです。本日はこちら。はい、ということで本日は、ウニのり店。なんかおつまみシリーズみたいになってますけども、これもね、知らないです。食べたことないですね。まあ、ウニも海苔も好きなんで、天、海苔天、海苔の天ぷらってことですか。要はイカ天みたいな、ああいうことですよね。あ、ウニ、香りがウニです。海苔が出てきました。お、海苔、海苔と海苔がしっかりちゃんとした海苔を使ってるみたいなんで、ドンドン、さあね、しけっちゃうとあれなんでしまっておきますけども、ウニのりって本当にね、好きなものしかないんですよ。で、ウニせんってあるじゃないですか。ウニせん大好きなんですよ。なんかこうやって見ると、このウニせんみたいな感じとのりといいっすね。もう多分美味しいと美味しい、好きと好きしかないから、多分すごく美味しいか大好きかどっちかしかないんですよ。で、またね、今持ってみた感じが軽い。あのね、多分体重ないです、この重量はないぐらい軽いんで、非常に多分食べやすいんじゃないかななんてもう今から思ってます。で、ウニの香りすごいね。これは楽しみですね。いただきます。うん、うまい、うまい、うん、美味しいです。あの非常に食感もザクザクボリボリとして美味しいですし、やっぱりね、その香りがあれだけウニの香り強かったんで、あの、まず口に入れて咀嚼を始めるとですね、ウニの香り、味がブワーッと広がるんですよ。で、塩分もしっかりあって、だから、まあ、お酒にも合うし、多分お茶とかでも美味しいと思うんですけど、緑茶とかね、あったかい。で、あれも海苔はあんまり感じないのかな、やっぱ香りがウニに負けちゃってんのかななんて思ってたんですけど、最後の最後にちょっとね、海苔の風味がね、口の中残るんですよね。そんなとこにいたのかお前みたいなね、探したぞみたいなね、感じので、非常にバランスがよく、もう海のものと海のものなんで、多分相性はすごくいいと思うんですけど、いや、これはね、うまいよ。で、やっぱり軽いんで、なんでしょう、食べやすい、すごくいい。これ、例えば食事とか済んで、まあちょっと飲みますかみたいな時に、まあおつまみとしては最適なんじゃないかな。そのある程度お腹がいっぱいでも、まあ本当は食べなくていいんですけど、でもなんかちょっと口寂しいよねみたいな時に、あまりどっしりしたものだとやっぱりちょっとね、もうお腹いっぱいですみたいになるんですけど、これはだからある意味危険なやつですね。お腹いっぱいでもちょっと入って食べちゃうかもしれない。で、味もすごいしっかりしてるんで、お酒も進みますよ。これはね、うまいですね。うん、うん、うん、あ、海苔もうまいね。あ、今度はなんか海苔が結構、海苔をね、意識して食べるとしっかり海苔の味やっぱしますね。うん、やっぱ最初にウニのインパクトが強いんで、なんかね、俺も惑わされましたけど、あ、海苔もしっかりと、なんだろう、意識していただきますと、海苔も強いです。ってことは、優勝と優勝ですから、もう優勝しかないですね。うん、これは間違いないですね。本当にいいな、これ、おつまみにもお茶受けにも、非常に合うんじゃないでしょうか。よくできてますね。お
おつまみ今こんな美味しいんだね、売ってるやつね。びっくり。止まらんぜ、これ。うん。多分大人の人も当然、お子さんでも多分美味しくいただけるんじゃないかな。そのウニとかのだからすごい感じるんですけど、癖がすごいあるわけではないので、ウニってやっぱ苦手な人はいると思うんですけど、そういったものはないので、これ非常におすすめです。美味しくいただけました。また多分自分でも買うんじゃないかななんて思います。皆さんもよろしければぜひ。ということで、またお会いいたしましょう。バイバーイ。